防衛省が、ついに、1蓋式地対艦誘導弾の延伸技術を、1年前倒しとの決定発表したとの情報をキャッチしました。今回は、この和製トマホークとも言われる1蓋式地対艦誘導弾改めを詳しく見ていきます。1蓋式地対艦ミサイルは、射程なんと200キロでした。それを、三菱重工が改良を重ね、ようやく、1500キロへと延伸技術を確立。ます。マジで、やばい三菱重工。日本の防衛力強化に必要な会社へと変貌を遂げましたね。2023年12月15日、現在の日本の岸田内閣の木原防衛大臣は、2026年度からの実戦配備が予定されていた1蓋式地対艦誘導弾等の能力向上型を1年間前倒しし、2025年度からの配備とする旨を記者会見で表明した。オリジナルの1蓋式地対艦誘導弾等は、その名称が示す通り、2012年より、陸上自衛隊の部隊において調達が行われている兵器で、その最大有効射程距離は、およそ 200km 弱と、決して長距離打撃兵器とは呼べない。この1蓋式地対艦誘導弾等は、装輪式の車両の後部に、ミサイルの本体の発射塔を搭載する形式の兵器であり、その使用は、自発型と呼称される陸上装備で、陸上から、敵の艦艇の接近を阻止する目的で配備が進められている。現状の1蓋式地対艦誘導弾等は、訓練用に、陸上自衛隊の富士共同弾の特化共同隊に配備されているほか、奄美大島の瀬戸内分田室地、熊本の県軍駐屯地、そして、沖縄の宮古中駐屯地、石垣駐屯地に配備されている。このように、オリジナルの1蓋式地対艦誘導弾等は、中国の軍事的圧力の増大に呼応して、九州の各地に実戦配備が行われている状況であるが、これは、ひとえに前述した射程距離の短さゆえに分散配置を強いられているゆえだと思われる。これに対し、改良型である1蓋式地対艦誘導弾等の能力向上型は、最大射程をまず 900km ほど、そして、最終的には、およそ 1500km ほどと大幅な延伸を行うことが予定されており、事実上は新型のミサイルと言っても過言ではない。さらに、1蓋式地対艦誘導弾等の能力向上型では、地上発射型の自発型にプラスして、航空機から運用する空発型、艦艇に搭載して運用する艦発型への発射母体の多層化が盛り込まれている点もポイントとなる。これによって、1蓋式地対艦誘導弾等の能力向上型は、陸海空の3自衛隊において、各々が運用する洋の長距離打撃力を有する追艦兵装となる見込みであり、将来の国産長距離ミサイルの代表格に位置づけられることとなるだろう。今回、1蓋式地対艦誘導弾等の能力向上型が、当初の予定よりも1年間早い前倒し配備が打ち出されると、例によって、日本国内の大手マスメディアの報道の一部で、さも日本が軍事大国化しようとしているかのような報道が踊った。これは、1蓋式地対艦誘導弾等の能力向上型が、現行のオリジナルに比して、飛躍的に、その有効射程を延伸することから、自衛隊の装備として許された自衛の範囲の兵器としての範疇を大きく逸脱し、敵基地攻撃能力として機能しかねないというお決まりの批判だ。昨今の各国のミサイル兵器の長射程化は、ここ近年でも、これまでの歴史上で類を見ないほどの速度で進行しており、従来の物差しで測ることが、いかに無意味であるのかを全く考慮していない典型例といえる批判だろう。今も、進行中のロシアによりウクライナ侵攻を俯瞰してみても、ウクライナ側の苦戦の大きな要因の一つとして、長距離打撃兵器の不足が挙げられることは自明の理であり、特定の人々には、その残酷な現実を直視する能力が欠けていると思わざるを得ない。1蓋式地対艦誘導弾等の能力向上型の配備の1年間の前倒しに先んじて、日本政府は、すでにアメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルについても、同様の措置を取ることを表明しており、その危機意識は伝わってくる。日本のトマホーク巡航ミサイルの調達に関しては、
残念ながら、すべてが当初予定していた最新型のブロック5ではなく、半数の200発は、全バージョンのブロック4となる模様だが、幸いにも、射程距離に関しては、大差のない 1600km ほどと見さされている。トマホーク巡航ミサイルは、アメリカの現レイセオン社が生産している兵器だが、西側諸国製のこの手の兵器としては、最も実戦で使用され、その有効性を示すとともに、1980年代の開発時から、幾度となく新型にバージョンアップされている。したがって、その兵器としての信頼性は、西側諸国製の巡航ミサイルの中でも群を抜いて高く、実戦での使用も、1991年の湾岸戦争、1999年のユーゴスラビア紛争、2003年のイラク戦争等で行われ、高い有効性を示し続けてきた。こうした状況を受けて、2004年頃には、日本の海上自衛隊においても、当時の中期防衛力整備計画、2022年に防衛力整備計画に改称で取得を目指す動きがあったと、今日では伝えられている状況である。それから9年が経過した2013年頃、日本側は、当時の中期防衛力整備計画の策定に照らして、仮想敵国の長距離打撃兵器、大陸間弾道弾等への対処を施行する中で、トマホーク巡航ミサイルを、その有効な戦力と再認識したと言える。そこで、日本側は、当時のアメリカ政府に、トマホーク巡航ミサイルの取得を政治的に打診したと言われているが、この時期のアメリカ政府は民主党のオバマ政権であったが、日本の情報セキュリティ体制の不備を懸念して却下したとも伝えられている。これは、今から見れば、わずか10年ほど前のことであるが、そうした当時の日本の情報セキュリティ体制の不備以外にも、当時のアメリカ政府は、政治的に、中国や韓国といった日本の近隣諸国からの反発が大きいことも考慮したと言われている。こうした逸話が 100% 事実であるか否かの検証は望むべくもないが、少なくとも、2013年前後のアジアにおける軍事的な状況は、アメリカをして、同盟国たる日本に、トマホーク巡航ミサイルの供与を躊躇させる時代だったと言ってよいだろう。そこから、10年で、中国軍の軍事力の強化は著しく進み、ことに、長距離打撃兵器としてのミサイル技術の進展と実戦配備は、予期されたペースを大きく上回る速度で進み、アメリカ側の考えも大きく変化したと考えられる。現在、日本が、12式地対艦誘導弾等の能力向上型や、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの取得を促進する政治的な件付けは、いわゆる安保関連の3文書と言われるものを、時の政権、内閣が承認することで実行に移す仕組みとなっている。いわゆる安保関連の3文書は、上位のも、から国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の順番で成り立っており、12式地対艦誘導弾等の能力向上型やトマホーク巡航ミサイルについては、最上位の国家安全保障戦略の取り組み事項に属する。国家安全保障戦略では、これら12式地対艦誘導弾等の能力向上型やトマホーク巡航ミサイル等の長距離打撃兵器を反撃能力としてのスタンドオフミサイルに位置づけており、今の時代に即した抑止力の保持に必要だと謳っている。この反撃能力という表現は、かつては敵基地攻撃能力と政治上では表現されてきた経緯があるため、大手のマスメディアで多数語られているように、戦力の不保持を憲法に明記してきた日本の国情とあり方に反するという批判が絶えない。そうした批判をかわす意味もあり、現在の日本の政権は敵基地攻撃能力を反撃能力と言い換えることで、その推進を政治的に進めている感は拭えないが、今の時代、防御用の兵器のみで国防に必要な要件を達成させることは困難である。そのため、万が一に日本が今後、他国からの武力行使にさらされないように、それを抑止するために長距離打撃兵器を保有しておくことが求められているわけなのだが、この理屈を国民の大多数に浸透させる試みは未だ不十分に思える。くしくも不幸にして発生してしまったロシア・ウクライナ戦争における教訓を挙げるとするならば、借り物の兵器で自衛戦争を戦うことはやはり困難であり、
できる限り国産兵器の供給力を高めておくことは必然だという点だろうか。幸いなことにウクライナと異なり、日本は島国に海洋国家であるため、敵国の軍が大規模な兵力を持って上陸してくる事態は地理的に困難だろうが、敵艦艇の接近拒否を図る兵器は数を揃えておくことは必須と言えるだろう。